おはようございます。おはようございます。今日はですね、スワナスンジクライムを走る大船駅です。神奈川県の旅ですね。あちらにもう見えておりますよ。あれが大船観音です。一回ね、僕動画にしたことあるんですけど、まあ、今回ね、ちょっと夏くんがね、大船観音行ってみたいよというので、まあちょっとリクエストをいただいたので、私がね、今回ちょっと大船、横須賀観光、久里浜観光、まあその辺を進めながら、最終的には東京フェリーで房総半島に渡ろうかなということでございまして、まあ、今回の旅はそういった一方通行のちょっと軽い日帰り旅行をねお届けしようと思っておりますので、まずはちょっと大船観音様にご挨拶していきましょうか。うわ、すごっ、久しぶりに来たけど、いや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 、これですよ、大船観音。どうぞ。そうですね、夏男くんがとりあえず行きたいと。僕は2回目なんですが、いやーすごいね、でけー。もう顔認証しっかりしてくれますからねそりゃそうですよね。でもね、これはね、列車からでもよう見えますからね。この前三大図で乗りながら、あっ、神奈様おはようございますとか言って三大図から見ましたよあ、すごいね。さあ、これが大船県の有名ですよ。ほら、100年駅弁だよ。歴史が相当長いんですよ、これ。そう、むちゃくちゃ歴史長いので、そう、湘南鎌倉名物、まさにこの辺の地区超名産って感じ。これはね、大船県といったらこれです。湘南鎌倉大船県、明治の頃からやられてるすごいね、老舗のお店です。これですよ、プリプリの味、絶対うまいやん。やば、艶やかやね。今乗っている横須賀線は1889年明治22年にできた、結構古い路線でございます。これから向かいます横須賀は海軍軍艦の町でございまして、そこにアクセスするためにですね、早くから大船横須賀間の建設が始まりましてですね、この田浦駅はなんとトンネルの中に、ね、突っ込んであるんですよ。昔はね、両数とかも少なかったからあれですけど、今15両編成とかね、そういったものが入ってきますから、この列車だとですね、はみ出ちゃってるんですよ。なので、1両目と2両目の一番前の扉は開かず、2両目の2番目の扉から後ろは開く構造になっているんですよ。それでトンネルも3つ右手にありますと、上り下りと、左手側には廃線になったもう一つのトンネル、大正、明治、昭和と、そういったトンネルがね、ずらっと並んでいて、レンガ造りにもなっていますから、歴史の古いものなんだとわかる、そんな田浦駅のご紹介でございました。次は横須賀駅です。横須賀駅に着きました。横須賀駅は珍しく平面の改札口なんですよ。階段が一切ないっていう。そう、これすごいよね。昔はここまでだったんですよ、行き止まり。横須賀線の終点はまさに横須賀だった時代があって、その時に平面でね、対応できるような形で最初から作られていて、だから結構歴史があるんですよ。明治の時にできた駅だからね。これが横須賀駅だね。結構おしゃれでいい駅だと思うんだよね。普通に海軍の街ですよ。もうすでにね、もうあそこにね、もう海軍らしい船がね、もう止まってるんですよ。もうほんと、とにかくこの辺はね、もう海の拠点ですから、そういったね、アメリカの海軍みたいな、そういう人たちばかりいるんですよ。だからまあ、アメリカの街といっても過言じゃないぐらいのね、そういったところですね。おー、ついに乗るぞ、軍艦のクルーズ船ですよ。軍艦巡り、いや、すごいな、すごいぞ。日曜日あれに乗り切るのかっていうぐらいにとんでもないことになっているが、楽しみにしていました。横須賀といえば海軍の街ですので、これをね、巡るクルーズ船が運航してるんですよ。いや、これはね、楽しみにしてた。ただすげえ人がすげえ
病院、映画館、劇場、ゴルフの練習場もありますし、マクドナルドも入ってるんです。さすが、さすがアメリカ。日本での1号店と聞いております。公式には銀座となってますが、それは日本の話です。右手アメリカですから、なので銀座にも前に横須賀にもはやアメリカなのよ。そしてこの記事の中はもちろん日本の中のアメリカなのよ。日本円もほらドルも使えるんだって。ただ最近は皆さんもっぱらアメリカドルで買い物しているそうなんですね。やっぱり今日本円が150円くらいしてるからね、1ドル。なのでマックでビッグマック頼むと6ドルで買えるんですが、日本円だと900円かかっちゃいますからね。無駄なお金がかかるということで、今もっぱらドルで買い物しているそうです。そんな話をしているうちに、右手前方白い大きな幕を張った船がお尻を抜けて止まってますね。これアメリカ海軍のイージス艦と呼ばれる船です。ただご覧の通りちょっと見づらいので、後ほど見やすいイージス艦いますから、その際に詳しいご案内したいと思います。183番イーズモという船になりますね。長さがだいたい250メートルあります。250、こんな大きな船何に使うの？ヘリコプターの離着艦に使うんです。なのでこの出雲には約14機のヘリコプター積み込むことが可能です。そんなにヘリ乗せてどうするの？敵の潜水艦探すために乗せてるんです。潜水艦普段海の中に潜り隠れてます。本当に見つけることができないそうです。なのでこの出雲を中心とし、空から、そしてより遠くから潜水艦探しやすくしているんですね。右手アメリカの基地ってご案内しましたが、この基地の中に海上自衛隊の潜水艦の司令部が置かれておりますので、潜水艦だけは普段からアメリカの基地に泊まったりするんです。潜水艦ってなかなか見れませんからね。配備してる場所がこの横須賀と広島の呉、全国でもたったの2カ所になりますからね。有名だよ。そのまま平行してちょっと目線前向けると、岸壁のヘリにお尻向けた潜水艦、潜水艦の背中の部分にですね、屋根の部分がピンク色というんでしょうかね、側板の白のテントが3つ張ってるのが潜水艦になります。あれ原子力潜水艦です。原潜と呼ばれますね。なかなか見れませんよ。むしろ空母より見ること難しいんです。というのも空母はこの横須賀が母港を基地にしてますから、任務訓練終わると必ず帰ってきます。そして長い時間かけて船修理しますからね、はい。ただあの原潜横須賀基地じゃありません。日本のどこにも基地を置いてませんので、いつ入港しいつ出港するか全く目処が立たないんですね。なので原潜今日見れたことは運が良かったと思ってください。明石の本型クレーンがある場所、あそこ大型船作ってます住友の造船所になります。クレーンの横幅100メートルあるんです。なのでクレーンに書いてる文字大きいですよ。一文字の縦横それぞれ8メートルあるんです。8メートルと言いますとね、この船の船幅が7メートルなので、この船の幅より大きい文字が書いてあるんですね。なので横須賀という4文字見れるだけで1000万かかったそうです。しかもこの3隻のうち約2隻は横須賀の船じゃありません。京都舞鶴からやってきてる船になりますから、なかなか見れないですね。そして3隻のうち一番外側、皆様に近い位置で止まっているのは横須賀の船となりますね。この2隻の潜水艦たちも海上自衛隊の潜水艦たちになります。潜水艦なんですが、初めて見る方意外とちっちゃいなと思いがち。これ目の錯覚。陸に上げたらジャンボジェット機とほぼ同じ長さがありますからね。番号名前書いてない、これが普通です。番号名前書いちゃうと潜水艦のある程度の行動わかります。行動わかる、海に潜って隠れる意味がなくなるので何も書いてない。そして色が黒、これも理由があります。海の中に潜ってるからです。海って潜れば潜るほど日の光と届かず暗くなります。海面から頭出すとき見つかりたくないので夜を選ぶ、闇夜に紛れるようにと黒が選ばれたということです。海って刻一刻といろんな状況変わりますからね。海底火山が活発だったりしますから、そうすると海のですねどれくらい深いかとかこう変わってきたりしますから、こういった調査船が必要ということ。今左真横あたり5106番湘南、そしてその5106番湘南からちょっと目線前向けるとちっちゃめの船が2隻仲良く頭奥に向けて止まってます。もうコイルしてるね。これプラスチック製です。 GFRB という材質で作っております。
海の爆弾撤去をする船。海の爆弾の中には船の磁石の力、磁力に反応し爆発するのがありますので、黄色いコイルもしている淡路という船ですが、プラスチックで作られているということなんです。多分皆様が想像するものとはだいぶ形が違うはず。折り曲げてたりしますからね、はい、白い骨組みみたいなのが見えますが、あれがヘリコプターです。横須賀では本当見ること難しいんですよ。というのもですね、横須賀の対岸、千葉県の館山に海上自衛隊の航空基地がありますので、だいたいそっちに飛ばしちゃうんです。やっぱりヘリコプター、あんな狭い倉庫で整備するより広い場所で整備した方が安全に正確にできますからね、はい。そして以前ですね、海上自衛官に聞いてみたんです。飛行機とヘリコプターの操縦教えるんだったらどっち先に教えるんですかって聞いたら、飛行機だそうです。飛行機の操縦をだいたい3年ぐらいさせて、そっからヘリコプターに移るんですね、はい。私勝手にヘリが先かなと思ったら飛行機なんです。ということはヘリの操縦の方が難しいんだということが言えますね。入り口です。そして入り口の蓋、これ皆さんに見せたくないので袋やテントで隠してるんです。もしお客様の中に数学、物理、こういったの詳しい方いましたらね、入り口の鉄板の厚さ見ただけで、あ、潜水艦って何メートルぐらい潜れるんだ、ある程度分かっちゃいます。これ潜水艦にとって一番の命取りなので隠さなくてはいけません。全部が秘密、それが潜水艦となっております。そして秘密の船に乗ってますからね、潜水艦乗りって大変なんですよ。いや、まあ極端な話になっちゃいますけどね、じゃあ行ってくるねって外出ますね。いつ帰ってくるか分かりませんから、その日に帰るか1週間先か分からないということですから。アメリカでもないイギリス海軍です。 P234 スペイという名前です。川の名前だそうですね、はい、イギリスの有名な川だそうです。ちなみに神奈川県で一番有名な川は二俣川っていう川ですけどもね、はい、神奈川県民の 90% は知ってるはずの川ですね、はい。まあ、その話どうでもいいですね。右でご覧ください、スペイ、はい、234、ちょっとちっちゃいんです、このスペイは。他の艦船と比べると使い方が違うんです。陸から近い場所を主に守るために作られてますので、小回り、必要にとちょっと船のサイズがちっちゃめです。日本でいうところの海上保安庁と同じような役目すると思ってください。麻薬取り締まりとかに主に使ったりする船となっております。ご覧の通り面白い形してますよね。3番その形にするとレーダーに映りづらくなるんです。船ってレーダー装備してるんですが、目標物の凸凹が多くなればなるほどレーダーにはっきりするんです。どれくらい長いかって大きさが。でも3番のように絶妙な角度でつるって作るとレーダーにちっちゃく映ります。実際3番大きいんですが、レーダー映る際はこのシーフレンの7くらい小さく映ることもあるそうです。これは有事の際ものすごい効果を発揮いたします。そして3番の陰にいるのが299番という船になりますね。アブクマという船で広島の呉からやってきている船です。なので呉の船ですからなかなか見れませんね。そして229番の隣にいるのが横須賀の船、154番、天霧という船。154番天霧ですが、約30年前に作られましたので、154番と3番見比べるとだいぶ形変わったなっていうのが分かっていただけると思います。そして154番の岸壁挟んで隣にいるのが今朝帰ってきたばっかりの110番高波という船。この110番高波は以前ソマリアへと行った船です。ソマリア今も派遣してますね。海賊対策で鎖に行ってたのが110番。ちなみにこの110番がソマリア行く前に窓ガラス全部防弾ガラスに変えました。これにびっくりしました。もともと防弾じゃないんだって。ただよくよく考えたら、こういった船の戦いって大砲かミサイルになりますからね、当たったらもう防弾だろうが何だろうが割れちゃうんです。日本を守ってくれる、はい、さっきこうが一緒に写真撮れますからね。では423番トキワ、海のガソリンスタンド、ちょっと案内しましたね。そしてその423トキワの隣にいるのが179番マヤ、イギリスを案内した海上自衛隊のイージスタンド。今日つけてる大砲の中で179番マヤの大砲が一番遠くまで飛びます。番号ちょっと増やされになりますよね。後から長い棒1本横に出て
裁縫1問1つないし2問2つで十分ということ。いや海軍のねクルーズ船めちゃくちゃ面白かったですよ本当に。これね皆さんもぜひ乗った方がいい。なかなか日本ではね味わうことができないんで、ああいうので非常に貴重な機会を得られたかなと思います。では一旦ここで、ここまでと先頭側、次はね栗浜に向かいますので、それではありがとうございました。